ラジオ高等時刻は10時になりました。みんなで作る伝統未来水彩都市高等ラジオ高等、この番組は区政情報、さまざまな町の話題をお伝えします。こんにちは、望月香織です。本日はことみせラジオ、情報誌ことみせについてやお店の取材リポートをお送りします。ラジオ高等、この番組は江東区の制作でお送りします。区では区内のお店の魅力を発信する情報誌ことみせを配布しています。特集やピックアップされたエリアのショップ情報など、さまざまなお店を写真付きで紹介していることみせ、登録店舗全店で利用できることみせクーポンが添付されています。クーポンを利用できる店舗と特典内容、ことみせの配布場所はことみせウェブサイトでご確認ください。またスマートフォンなどでことみせウェブサイト内のことみせクーポンを提示することで同様の特典が受けられます。それでは取材リポートをお聞きください。さあ、本日お邪魔しているお店は東陽町駅からもう本当に徒歩1分も歩かないかなという駅前のお店です。早速お話を聞かせていただきます。フォレスト東陽町のオーナー奥田拓磨さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。本当にもうね、駅からすぐですね。はい、駅前測ったんですけど、はい、歩いて30歩、はい、30歩本当に近くて行きやすいお店だなっていうのがもう第一印象なんですけれども、はい、まずこのフォレスト東陽町さん、どんなお店なんでしょうか。はい、フォレストっていう名前で店名やっておりますけれども、はい、森と、うん、いわゆるこう自然森っていうイメージも持っているんですけれども、はい、フォレストということで休むためのお店という思いを込めて作っております。はい、なるほど、フォレストとフォーレスト2つの意味があるんですね。はい、朝6時から夜の24時まで、うん、営業しておりまして、はい、朝6時からは会員様向けに、多目的なシェアリングスペースということで、ドリンクだとか喫煙ができるスペースを提供しております。はいはいはい、早い方では、6時からコーヒーを飲みながら読書をして、うん、で会社に行かれる方もいらっしゃいます。6時からは、無人の、店舗になっておりますので、はいはい、QR をかざしていただいて入り口を開錠し、うんうん、ドリンクを使っていただく、そういったスペースになっております。はい、朝6時から空いてるっていうスペースなんですね。はいはい、なんかそれもねちょっと珍しいなと思ったんですけれども、まずこのフォレスト東陽町さんっていつできた場所なんでしょうか。はい、去年のですね11月1日からオープンしております。去年の11月というと本当にまだ1年も経っていない。そうですね、できたばかりのお店なんですね。はい、もともと東陽町に20年近くですね、私自身が、サラリーマンとして働いておりまして、はい、東陽町雰囲気ですね、やはりこの中で休憩できるスペースっていうのをやっぱり作っていきたいなという思いがあって、はい、まあ、サラリーマンを退職し、はい、でこのお店を立ち上げたということでございます。はい、で休憩っていうのがですね、ベロチェさんだとかドトールさんだとか喫茶店が非常に多いイメージが東陽町にございます。はい、なのでそういった、まあ、コーヒーソフトドリンクが飲める、そしてゆったり休憩できるスペース、また喫煙できるスペースも少ないということもありまして、うんうん、そういったスペースを考えて作りました。なるほどです。まあ、実際に奥田さんが20年近く東陽町で、ね、勤務していて、いろいろ見えてきたものがあったっていうことなんですよね。そうですね、20年近く、東陽町勤務しているときに飲食できるお店がですね、はい、やっぱりまだまだ少ないかなっていうことと、うんうんうん、はい、やっぱり休めるスペースということで喫煙できたりカフェのようなお店もまだまだこれから多くなってくるのではないかなとい
というふうに思いまして、はい、いろんな多目的の、まあ、スペースの活用ということで、はい、このお店を立ち上げ、ましたと。で、月額制という会員制にしておりますので、はいはいはい、やはり喫茶店で行きますと、数百円お支払いしてですね、はい、休んでいただくということで、まあ、出入りがそう何回も入れないということがありますが、はい、当店は、サブスクという形にしておりますので、うん、何度でも朝6時から24時出入りが自由であると、うん、いうことが特徴になっています、はい、あのもちろんその、ね、タバコを吸う方もいらっしゃると思いますけれども、ただ本当にあの座りに来たよっていう方でも OK ということですか。そうですね、会員様の中にはですね、資格を勉強したいから、朝から来てですね、カウンター越しのところに座って勉強されている方もいますし、中にはリモートワークということで、テレワーク的にですね、日中帯に使われているお客様もいます。なのでお客様自身がその目的がそれぞれ異なる使い方を自由に選んでいただいているというような感じになります。飲食店と限定してしまうとですね、あのランチタイム、ディナータイムしかスペースは有効活用できないですけれども、その空いた時間ということもですね、皆さんに有効活用していただきたいということがあって、お店自体がいろんな目的を持ったですね、はい、ミックスした業態になっているということになります、はい、なるほどです。非常に会員様の中では、うん、この店ができてよかった、嬉しいと言っていただいている方も複数にいらっしゃいます。はい、あの もちろんね、立地も駅から近いっていうのも最高なポイントだと思うんですけど、こう店内に入ると緑に囲まれているので、まさにこうフォレストという名前がぴったりだなと感じるんですが、ここのあたりにもこだわりがあるんでしょうか。そうですね、勉強だとかあるいはシェアリングスペースというとオフィスのような空間になってしまいますが、はいはいはい、なるべくリラックスしながらそういった勉強だとか仕事もしていただきたいということで、はい、なるべく緑を入れるということで観葉植物を入れて、はい、椅子にもですね、少しこうゆったり座っていただけるような椅子をですね、はい、あの入れているというような状況です。今言っていただいた椅子なんですけれども、置いている場所によって種類が違います。そうですね、はい、3種類ありまして、はい、カウンターに置いている大きめな長時間いても疲れないような椅子を取り入れております、うんうんうん、この理由がですね、土日はですね、これからと考えているコンセプトとして、はい、中高生のみがですね、勉強自己学習できるスペースということで、うんうんうん、はい、提供していきたいなと思っております。なので大人は入れないと。土日はもう中高生限定。そうですね、で喫煙スペースはありますけれども、鍵で閉めてしまうというような形で鍵で、ね、入れないように、はい、なるほどです。今は現在は土曜日日曜日は定休日お休みしているということで、はい、これから、まあ、中高生向けにそういうスペースにしていきたいなっていう計画があるということですかね。そうですね、はい、私自身ですね、娘息子が、はい、おりますけれども、はい、もう大学生になりましたが、はい、自己学習っていうことで、はい、勉強はもちろん自分で解いていくことが大事かなと思っておりますので、はい、でその中でやはりつまずいてしまうことがあるというふうに思います、はい、なのでそういったわからない問題、課題に関しては我々店舗の方でアルバイトする方、はい、これがですね、現役の大学生を予定しておりまして、はいはいはい、ちょっとわからないところは質問してその場で回答してしまうと、まあ、解き方を、まあ、アドバイスするじゃないですか。そうですね、はい、そんなコンセプトで今は考えています、はい、プラス当店ランチもやっておりますので、はい、お昼ご飯もですね、あの親御さん準備が大変だと思いますので分かってらっしゃる、はい、そういったランチのところもですね、はい、あの平日出しているランチをですね、はい、しっかり学生さんにですね、はい、食べていただこうかなみたいなところも考えております。なんか本当になんかいろいろお客さん目線でいろいろ考えてらっしゃるんですね。そうですね、東洋町が、はい、あの20年近くいるとですね、はい、サラリーマンの街でもあり、うん、あの大手お客様、企業様も入っている、はい、東洋町でもあり、
またですね帰ってくる街でもあるということで、はい、住宅の街でもある、なのでもうミックスしているような街っていうことですね、はいはいはい、いろんな方々に使っていただきたいなっていう思いがあります。はい、もう土日のオープンも楽しみですね。はい、はい、頑張ります。はい、さあそして先ほどねこうランチとディナーもやっているということだったんですけれども、ランチのメニューを紹介していただけますか。はい、ランチがですね、全品ドリンクバーがついておりまして、はい、コーヒー、アイスコーヒー、あと紅茶、あるいはソフトドリンクですね、緑茶、オレンジジュース、リンゴジュース、はい、そういったものが、ランチの中に含まれているという形になります。はい、一番人気、二番人気がですね、はい、毎朝豊洲からですね直送で黒鯛とブリ、こちらをですね、漬け丼になっておりまして、はい、半分だけ食べていただいて、はい、最後お茶漬けで締めてもらうとすごいいいですね、いうような食べ方を皆さん、はい、していただいております。はい、とですね、もう一品2番人気の方がネギトロとマグロの頬肉ですね。マグロの頬肉は当店のおすすめのメニューではあるんですけれども、はい、希少部位になっておりまして、うん、頬肉を炙ったものになっております。はい、あとはですねカレーハッシュドビーフ、はい、カレーとハッシュドビーフをですね半分半分ハーフハーフっていうのもあります。そんなこともできるんですか。はい、とですね、サラダボウルということでご飯、はいがついてないんですけれども、うんうん、先ほどのマグロの頬肉を乗せたサラダボウル、はい、あとは鶏の胸肉を乗せたサラダボウル、サラダだけでもですね非常にボリュームがあるようなです。そうですよね、これ以外にですね定食ものということで、はい、デミグラスソースのハンバーグプレート、はい、あとチキンステーキのプレート、はい、あとは生姜焼きですね、豚の生姜焼きのプレートをご用意しています。そしてなんかお値段も優しく感じているんですけれども、そうですね、今言ったので1000円超えるものないんですね。全商品ですね、1000円を切るようにですねお釣りが来るような形で頑張っております。はい、最近ですね始めた東洋町ではとても有名なデニッシュ食パンですね、モンシェルさん、はいはい、モンシェルさん、はい、のデニッシュ食パン当店でですね提携させていただいて、お持ち帰りできるようなテイクアウトできるような形でご用意はしているんですけれども、うんうんうん、はい、ランチメニューの中にもですね、はい、2つ追加しております。1つがですねサンドイッチということ で、はい、でもう1つがですね、先ほどご説明したカレーライス、ライスの代わりにですねデニッシュ食パンを乗せておりまして、はい、カレーパンのような感じでですねこういった組み合わせで食べていただいています。おー、これじゃあランチね食べに行きたい人はその登録など不要でランチだけ食べに行きましたでも OK なんですかね。はい、全く問題はございません。ぜひね皆さん来ていただきたいと思いますが、フォレスト東洋町で登録したいと思った方はどのようにすればいいでしょうか。はい、ホームページからですね登録することも可能ですし、はい、当店に来ていただいてQR をかざして登録していただくことも可能です。わ、うんうん、かりました。その料金形態などもホームページで確認することができますかね。はい、はい、わかりました。ちなみに奥田さんがお店に立たれることはあるんですか。はい、ランチ、はい、あるいはディナータイムは極力、はい、応援ということで立っております。はい、あ、東洋町トークしたいななんていう時は話しかけてもいいんでしょうかね。はい、問題ございません。わかりました、ありがとうございます。さあそれではですねことみせのクーポンの内容を教えていただけますか。はい、ことみせのクーポンですね2種類ご用意しておりまして、はい、ランチタイム初めてご利用の方にですね、はい、キャッシュバックということで300円、300円、はい、そんなに、はい、初めての方のみですね。初めての方のみ、はい、すごく太っ腹、はい、ディナータイムにご利用の方はキャッシュバック500円ということで、うんうん、初めての方はこのクーポン利用していただけるということですね。そうですね、ことみせクーポン使いたいですと言っていただければ、はい、すごく太っ腹なクーポンですね。さあそしてお店の定休日と営業時間教えてください。はい、平日、ランチタイムはですね11時半から14時半まで営業しております。はい、でディナータイムは18時から22時まで営業しております。はい、それ以外にですね、はい、朝6時から24時までですね会員の方はですね無人なんですけれども QR をかざして会員証をかざして入っていただくことができます。はい、わかりました。さあそれでは一番最後になってしまいますが奥田さんからこのラジオを聞いている方にメッセージをお願いいたします。はい、2階ということで非常に
雰囲気が分かりづらいところはありますけれども、ぜひ遊びに来ていただくと非常に緑が多くですね、ゆっくりできるようなお店コンセプトにしておりますので、ぜひ遊びに来ていただければと思っております。はい、ありがとうございます。本日お話を聞かせていただきましたのはフォレスト東洋町オーナーの奥田拓磨さんでした。奥田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ことみせインフォメーション、本日はことみせ事務局の二平さんにお話を聞かせていただきます。二平さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、今ですね、ことみせの7月号絶賛発行中だと思うんですけれども、今回、はい、二平さんからおすすめのお店をいくつか教えていただけますか。はい、そうですね、まず1点目はですね、はい、韓国スイーツのお店なんですけども、はい、ナビというところで、はい、森下駅から近くのところなんですが、望月さん、トゥンカロンってご存知ですかね。あの名前は聞いたことあるんですが、実際に見たことはないんですよ。ですよね、はい、マカロンは結構ね、ブームになってあれですけども、ね、こちらはトゥンカロンがメインのお店で、はい、正直言って僕はマカロンってあんまり好きではなかったんですけど。あ、そうなんですね、はい、うん、でもここのトゥンカロンをその試食させていただいた時に、この生地の部分ですね、コックっていうんですけど、はい、これがね、今までのものと違って非常にその生地が美味しかったんですよね。へー、うん、クリームも手作りなんで甘すぎずに美味しいんですけども、はい、はいはい、あ、これは結構いけるなと。あ、そうなんだ。オーナーさん自身も昔、はい、以前は嫌いだったんですって。好きで、嫌いというか好きではなかったんだけども。そうなんですね。でもこのトゥンカロンと出会って、はい、価値観が変わって、それで自分で作ろうということになったらしいですね。なんかもうこれ写真で見ても見た目がね、もう相当可愛らしいですもんね。そう、非常にカラフルでね。ねえ、このトゥンカロンを食べている二平さんを私見たいです。ああ、非常にキュートでいいと思うんですよ。ねえ、はい、はい、続いてですね、7月号の表紙にもなってます、はい、ル・ボアさんのブラントプリンといって、はい、この表紙の植木鉢に入っているものですか。そうですね、はい、プリンが入っていて、うんうんうん、で上に、チョコのクランチが乗っていて、はい、で上にパセリが刺さっているので、はい、これはね、見た目本当に食べ物とは見えない、ね、表紙見てもなんかスプーンが入ってるのが不思議な感じしますもんね。そうなんですね、はい、でこの店内もすごい植物がたくさん並んでいて、はいはいはい、うん、この雰囲気もすごいいいですし、はい、もうこれは結構驚きの感じですね。なるほど、ぜひ行ってみたいと思います、はい、次はですね、おにぎりそれと味噌汁さん。おにぎり変わったそれと味噌汁さん、はい、これはですね、本当にその具材がすごい、常時まあ20種類ぐらいあって、全部まあ手作りですけれども、はい、その季節季節によってまた具材が変わるし、うんうんうん、でお米もこだわりの新潟県の三条市の下田さんのコシヒカリを使っていて、うわ、いいですね。結構このお値段なんでコスパはかなり高いなと、はい、本当ですね。今このことみせ冊子にお値段も書いてありますけれども、この梅干しのおにぎりで100円っていうのがなかなか衝撃価格安いと思ってしまいました。そうですね、ねえ、でも結構ボリュームありますし、ねえ、すごいなこれ、ね、ちょっとこちらのお店、南砂のお店なんですね、はい、ちょっとぜひ行ってみたいと思います。そうですね、駅から遠いんですけども、うん、はいはいはい、ここは本当わざわざ買いに行っても、そうはしない。あ、それと面白いのが、毎週水曜日お昼時には、はい、プロの DJ が来て、はい、生で DJ をやっているという、おにぎり屋さんで DJ の方がいらっしゃる。すごい、なんかやってるらしいです。食べて楽しい、見て楽しい、聞いて楽しいお店じゃないですか。そうなんですよ、ね、はい、はい、さあそれでは一番最後になります、二平さんからこのラジオを聞いている方にメッセージをお願いいたします。はい、いつもこの店をご覧いただきましてありがとうございます。またいろいろな特集を組んで、お店の登録店の魅力をどんどん届けていきたいと思いますので、でぜひお手に取ってご覧ください。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。本日お話を聞かせていただきましたのはことみせ事務局の二平さんでした。二平さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。取材リポートをお聞きいただきました。みんなで作る伝統未来水彩都市高騰区政情報、さまざまな街の話題をお伝えしますラジオ高騰、そろそろお別れの時間です。
お相手は望月香織でした。ラジオ高等、この番組は江東区の制作でお送りしました。